Fight for your freedom!はい、皆さんこんばんは。はい、毎週金曜日10時からは、Fight for your freedom。フリーはフリーだ、ね。フリーダムズですね。はい、いつもはあの杉浦マンとかが高橋さんがやってるんですけども、今週は、MC 山下にあと藤田実でお送りします。よろしくお願いします。私ゲストだって聞いてますけど。私もゲストです。いや、 MC じゃないの。今日は、はい、ゲスト MC 山下がデスマッチアマゾネス、よろしくお願いします。はい、紹介の順番のすごさ ね、 はい、ちょっとね、たい焼き買ってたら、はい、電車一本逃して、うん、ちょっとさっき気まずかったりして先輩が先に現場に入ってるっていうですね、はい、申し訳ございません。ご質問やご意見などはご質問ご意見などは、鳥越アズーリ FM ハッシュタグつけて、私検索して適当に拾っていったり拾わなかったりします。PW フリーダムズのタグでも拾ったり拾わなかったりしますので、うん、皆さんどんどんご質問ご意見よろしくお願いします。さ、はい、50分ですね。まあ、本題に入る前に一旦こちらの映像をご覧ください。どうぞ。デレレレテテテ、葛西潤はレベル47になった。葛西潤の映画共演、11月17日発売決定、よろしく。プロレスやめて他にやりたい仕事があれば、多分明日にでもプロレスやめてますからね。トップだと思いますね。個性の塊なんですね。芸術点が高いような感じがすごいするんですよね。よし、今日もやってやるぞとか、そういう気持ちがなくなっちゃったんですね。試合嫌だなとか思うようになっちゃったんで、気持ちがちょっと追いついてこない、刺激が足りない。でもやり尽くしたんですよね、正直言うと。まあ欲張りだな。何人でも戦いですからね。逃げてよ。じゃあやめたら何をやればいいのっていう。コロナウイルスが流行ってるから気をつけなきゃ。うん。してんじゃねえよてめえ、おい、何見つけられてんだよ。俺はプロなんだから、コロナっていうのを忘れさせて、試合やってる時間内だけでも熱狂させないとダメなんです。おばあちゃん、心臓に気をつけてね。しかないです、はい。葛西潤が全部覆してやるよ。はい、というわけでですね、共演の、はいはい、まあ、オープニングでした。藤田さんもね、はい、いろいろ出てましたよね。出てましたね、はい、カウンセラーみたいな雰囲気で、はい、すごいいいところで撮ってるみたいな、はい、まあいいところだったんですけど、はい、そうですね、まあ、共演も我々2人で見に行きましたしね。はい、見に行きましたね、まあ、はい、そこを掘り下げる前にですね、我々ノーマスクで喋ってるんですけども、ここに透明のアクリル板があるのと、こちらの、現場ですね、トレイルフレッシュっていう、クリーンな、なんか空間作りなどをしている機械を、使用してますので、ちゃんと対策した上でノーマスクで、お送りしております。はい、ご心配無用です。はい、大丈夫です。はい、確かに、はい、その通り。はい、ちょっと私はさっきはちょっと遅刻でちょっと動揺しちゃって、ごめんなさい、本当に先輩が先に現場入りするそうなので、
早速あのコメント もらってまして、はい、もらってますね、はい、柴山さん、はい、のっけから自己感が すごい名 MC、うん、山田氏はみのるさんかっこいい、みやちゃんかわいい、ひろしありがとう、あ、杉浦が、はい、杉浦が来てましたよ。番組タイトルの英語すら読めなかったですね、頭悪いですね自分が頭悪いのを今めっちゃ私のバカで、うん、こう上乗せしたいんですよ杉浦は。おい杉浦、杉浦上乗せ上乗せはあってんの、その表現は。リアちゃんハイボール決めてないじゃん、うん、一応はい、でも、ま、来る前にちょっと決めてきたんで一応。あ、それで遅刻したの、まさか嘘でしょ、うん、ですね、はい、無視された無視された。共演かっこよかったですね。し、共演の時ってマイクオフじゃないですか、うんうん、マイクオフ、うちらはマイクオフじゃないですか、音声と映像向こうじゃないですか、うちらのコメ、あの共演の映像流れた間うちらマイクオフじゃないです。その間にこの間、いや笠谷さんかっこいい、チューしてーなーって言ってたら全部バラされた、バラされた、バラされて笠井さん本人にもいじられるっていう、はい、恥ずかしい、恥ずかしい、もう自分で言っちゃいます、恥ずかしいから、はい、注射です、さすが、はい、注射します、さすがの MC です、はいで、今ですね、まあ、お知らせなんですけど、フリーダムズはですね、日本全国のコンビニストアのコピー機で、突然ですけどすいません、はい、コンビニストア、そうコンビニストアで試合中の写真を、ね、コンビニストア、ね、コンビニで、試合中の選手の写真を、うん、プリントサービス、はい、e プリントでやっております。私も昨日運試しで1回200円で L サイズでやったら、うん、吹本さんが出ました。あ、大当たり、大当たりと思って、やった、大当たりだぜ、大当たりだぜって思うじゃないですか、うん、平田が励ました、平田が励ました、どういうこと、大当たり、あ、大当たり、ね、大当たりです、はい、もう話の前後がもうぐっちゃぐちゃになってない、なんか大丈夫、お酒は飲んじゃダメなのかなお酒は飲んだらダメかもしれない、すいません、写真は当たりだったってことね、うん、でその後の試合も当たりだったってことで、いいですかね、はい、ということです、はい、よろしくお願いします、理解していただけたでしょうか、はい、ランダムで、はい、なんか笠井さんが出たら当たりとかあるらしいですね、ほう、そう、でもなんかこの写真が欲しいっていうのも選べるパターンもありますし、うんうんうん、今ちょっとまあお休みしてる武田正史の特集もありまして、うん、そちらの武田正史特集は武田正史本人に売り上げは全部いきますので、うん、まあですね、みんなでちょっともう武田ちょっとパンみたいなケツ叩くみたいなね、はい、買ってこいよみたいな感じです、はい、早く試合しようぜっていうね感じですので、はい、独特です、はい、そう、売店とか選手今出れないし、ポートレートとかも売れたりしないので、うん、試合中の写真欲しいなっていう方もいらっしゃると思うんですよ、なんか新規は来れなかったりする人もいるし、うん、だからまあね、上から下までみんなの期待に応えるということで、はい、ちょっと待って、どっからどっからの上から下までの、上、寒いとこから暖かいところまで、ああ、日本のね、そう、なるほどね、はいはい、そう、私のそういうところを今日サポートするために藤田稔が来ました、はい、補足説明に来ました、うん、そう、よろしくお願いしますあ、コメントもね、はい、心配ご無用です、ね、うん、心配でしょ、何も心配してなく言うと、はい、じゃあ、まあ、e プリントいっぱい買ってください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、で、まあ、どんどんサクサクと進めていこうかなと思っております。まあ、試合の振り返りちょっとしたいなって思ってるんですけど、はい、昨日ですね、シンゴ大会、背中どうですか、はい、背中痛いです、はい、はい、痛いですよね、シンゴ大会を、まあ、1試合ずつカードを振り返っていきますか。第1試合、はい、6人タッグマッチ、カドリ、伊坂レオ、レッカ対バラモン州、バラモン系、ケンゴ、うん、はい、第1試合からね、まあ、ケンゴさんもだいぶ、はい、だいぶバラモンさんと馴染んできたんじゃないですか、いや、どうなんですかね、でもまあ道のプロレス時代は、はい、あ、戦ってる方だったのかな、
うちの国際なんかオラオラしてかっこいい健吾さんしか知らなくて、うん、なんかバ今はそうじゃないってことなんか私がダムズに参戦し始めてから健吾さんも出るようになった感じで、うんうんうん、なんかでっかい杭持って、うん、なんかたけってる健吾さんを見かけることが多くなってちょっと私の知ってる健吾さんとは違ったんですよそうでもさ、ね、最近伊坂怜央選手も参戦し始めまして、はい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 、で 2.3 の後楽園大会でなんとこの香取伊坂怜央組バラモン集計から、うん勝ってましたね。勝てました、はい、昨日は逆転負けだったそうです、はいはい、20歳差ぐらい2人で集計さん40同級生44、うん、で向こう22歳私カピーと10歳差なんですよ。あそんな違うの。はい、あ、しなんかもう32だから今やばっ。カトリって何歳よ。22。あ、22。で32、44。次の試合いきますか。次の試合いきましょうか。はい、はい、第1試合はね、はい、はい、そうですね、なんかいろいろつらかっちゃったわね。はい、はい、第2試合タグマッチ佐々木隆源太郎対おー赤レンジャーズ進む深夜ドラゴンリブレ。なんつった今。ドラゴンリブレ。いや違います、その進む、その進むゆうや。ああ、やばいやばいやばい、よかった。最初なんか違う名前言いましたよね。もうやばすっさん、すっさんさ、はい、大好きですか。すいません大好きなのにごめんなさい。はい、なんかリブレがなんか全然、うん、2022年一回も自力で勝ってませんみたいなことをプチ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 。2022年の始まったばっかりじゃない。2021年なんか、21年からね、はい、まあ、自分で自力で勝ってませんみたいなことをプチ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 言うてて、うん、じゃあ勝てやみたいな感じなんですけど、うん、勝てよ、うん、で昨日ついについについに昨日も勝てませんでした。チクチャダメだったか。ダメだったですね。でも正直試合振り返りたいんですけど、うん、メインのことだしいっぱいいっぱいで、うん、見てないんですよ。ごめんな、リブレ。次は私セコンドつきます。じゃあリブレ本当に、うん、つく。あ、そんなに応援する気持ちがあったとは知らなかったです。リブレいつもなんかちょっとした悩み聞いてもらってるし、うん、そうなんだ。で、はい、第2試合だけ。いや、はい、まあ、あえて言うなら、はい、赤レンジャーズ。赤レンジャーズ、はい、いやこっちは熱いですよね。私赤レンジャーズあんま知らないですよ。でもどう、え、サブ MC どうですか。いや言ってもあの同世代だから、はい、それは知ってますよ。赤レンジャーズ同世代、はい、それこそ DDT とかね、アパッチポリスとか、はい、はい、そっから続く、うん、タグチームですから。なんかみんなタグチームなんですよ、はい、ダムズのみんなって藤田さんと付き合い長いけど、はい、みんな藤田さんのことはなんかあんまり喋らないでしょ。なんか感じる。なんか触れちゃいけないのかなって思っちゃうんですけど。いや、あんまり知らないんじゃない。あんまり知らないんじゃない。あ、知らないことはあんまなんか、はい、うん、多分そんなになんか、うん、あの、うん、試合以外で遊んだりとかそんな私するタイプじゃないんで、はい、多分あのみんな私のことあんま知らないんですよ。まあ、知らないことはね、下手に話出せませんし。あ、でもにしても藤田さんの名前全然出てこないなみたいな。大丈夫ですか。嫌われてんのかな。なんか大丈夫かなって。あんま、私だからそれを感じたし、あんまみんなで喋るとき、いつも藤田さんの名前出さないんですよ。どういうこと。みんなダムズの人と喋るとき、藤田さんの名前をみんな出さないから、私も出さないんですよ。まあ、結局藤田さんの名前出ないままそのまま終わるみたいな。なんか、いや、すいません。よくフリーダムズで仕事もらえてんなこれ。なんで、どういうことなんだろう。いい仕事してくれますから。そうそうですね。だから今年もう仕事だけの付き合いってことだよ。いやだからちょっとそこら辺なんかちょっと縮まってもいいのかなって。
藤田の机の上になんかウェルカム藤田ってこういやでもメッセージあったりとか私がねお休みしてる時もあのフリーダムスの人たちはあの、うん、裏でこっそり、うん、あのエイドしてくれたりそう笠井さんとか、はい、そうですよいろいろ、はい、してもらいましたからそう、はい、かちゃんと気持ちはやっぱり藤田さんにいろいろあるわけですよはい、はいあんまり私のことは知らないですけど長い付き合いですからみんな私がなんだ一番付き合い短いですからねはい、はい、ちょっとね変に気を使われてるのかもしれないですね、はい、気遣ってますはいもうねめちゃくちゃ気遣ってますこの後固くなられたらどうしようすげえ嫌なやつ嫌なベテランだなこれだって怒らしたらどうやって心ほぐしたらいいんだろうみたいな感じになりますたまにごめんなさい あのなんだろう、うん、こう対処法をみんな知らないかもしれないですよね。ああ、はい、なんかちょっと、うん、なんかあんまり機嫌が良くなさそうだったらどうしたらいいのかなみたいな。とりあえず触れない、触れないみたいな。はい、あの、はい、距離取っとこうみたいな感じなんですかね。なんだこれ、ね、なんなんだ一体。いやタクマッチの話かちょっとね、はい、藤田さんがちょっと。ね、ちょっとあれみたいな感じになっちゃう。そうですね。みんなからみんなが。でもみんな藤田さんのこと好きだから、はい、と、はい、いうことですね。距離を取られてるっていうこと。はい、みんな距離取ってます。はい、ありがとうございます。第三試合ハードコアマッチ。昨日ですね、マンモス佐々木吹本健二カムイ、うん、対ビオ ERE ビオレンドジャックた植木隆之オルカウト。私もこれ見てないけど。うんなんか吹本さんがなんかめっちゃディスられてた。そうですね、うん、あ、はい、ツイッターにあはいツイッターにコメントいただきました。ここではいお宇治原野良介さん、やっぱり山下アリアさん美しいな、藤田美乃さんは永遠に渋いな、ありがとうございます、はい、あダイソンさん、あいつも写真ありがとうございます。お昨日はお疲れ様でした。杉浦平田とのタッグタイトル決まりましたね。山下選手はバカバカ言いまくってましたが、何かエピソードはあるんですか。また藤田選手意気込みをお願いします。え杉浦だってもうバカ熱血バカじゃないですか。なんかあの放課後みんなでなんか下ネタ言って、うん、わなんかキャッキャ言ってるようななんか中学校 1,2、うん、年生の頃をすごい思い出す。杉浦を見てると男子交換はありますね、うん、男子交換がすごいあの二人は、うんうん、あの二人あの平田もあ平ちゃん、うん、そうエピソードはないけど、まあやっぱり日頃のって感じですよね。なんか、うん、いらんことをめちゃくちゃ言って調子に乗ってたかしさんにバチクソ怒られてシーンってなる感じ、先生にめちゃくちゃ怒られてお調子者みたいなありますよ。そうやってなんかあのベラベラ喋ってる時にガチャってご本人が登場するそう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 って言った時に本人登場してあってなる感じで、よくあるねそれがね。おいすぎって言っておいすぎあるあるあるっていうことかな。藤田選手意気込みをお願いします。まあ意気込みまた後で、まあ、また後で、はい、はい、また後でカード決定などもあるので、はい、大佐さん、宇治原野良介さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、タグマッチのハードコアマンモさん、フキムさん、カムイさん、ジャック、ウエキ、オルカ、まあなんかパワフルな感じですよね、はい、これ試合後には締めてなかったんですけど、なんかジャックめちゃくちゃ綺麗、はい、文句言ってましたね、はい、なんか吹き元なんかしょっぱいみたいな俺からはパッケージパイをドライバー取ったくせにみたいな、そう言って、はい、なんかこれちょっとなんかありそうですね今後。そうですね今後、うん、ありそうですよね、ありそうな、はい、まあ、感じがします。ちょっと、はいはい、マンモスさんもね、そう気合いは入ってました。はい、はい、マンモさんはね、クソ野郎って言ってましたね。クソ野郎って言ってましたね。はい、すいませんね。いやね、つい普段の感じで言っちゃって。そう、だから最近マンモさんとオルカのぶつかり合いが結構見応えがあるみたいな感じですし、ここら辺ね、私は最近 ERE とはあんまり試合してないんですけども、ここら辺もハードコアデスマッチ戦線結構グイグイ来てるので、ちょっと注目しておいてください。はい、竹本さん頑張って。はい。
で、セミ。あ、これ、あ、あれセミじゃない。あ、セミ。セミがですね、UWA 世界ジュニアヘビー級選手権試合。高い。なんて。はい。もう一回お願いします。ジュニアのベルトです。はい。ジュニアヘビー級選手権試合ね。はい。はい、チャンピオン、高岩さん対作田、うん、挑戦者。うん、だから前説したじゃないですか、うんうんうん、こちらどっちが勝つと思うって言われたじゃないですか、はい、私高岩さんに勝ってほしいって言ったじゃないですか、うんうん、高岩さん勝ったんですよ、うん、超嬉しかったどうせ見てなかったんでしょ見てなかった見てなかったこの直後の試合だったからそうもうめっちゃ緊張したから昨日はやっぱりいやでも見たかったですねこの試合見たかった、はい、そうね、だって高田さんかっこいいっすよねそうですねはいマジでいやあれ技を受けないとやっぱ分かんないんですけど、はい、一発一発が仕留めに来てる感じがすごいっすよねそうですね私の場合はもう高岩さんとは結構長い間、はい、あの試合させてもらってたんで前の団体の時へえーはい、よしだからのバラモン元とバラモン牛ああ、はいはい、ベルト防衛した時あったじゃないですか あった、はい、あの時にちゃんと高岩さんと試合したんですけど、うん、本当になんか体の芯まで響くっていう技を何年かぶりに受けてちょっとグラッときましたねハートに刻まれましたねあのエルボーは人が違うんだねそう本当にっていうねいやでも、うん、はいでもまあジュニアのベルト重鎮としてこれからもねちょっと壁としてそうですねやっぱり、うん、あのちょっとここは本当にあのジュニアのタイトルマッチはちょっと結果が、うんはい、あのどうなんだろうと思いましたけど、はいはい、そう高田さん勝ったということで、うんはい、それはそれであなんか、うん、あまだジュニアの潮流高山達人なんだなと思って、うん、ちょっと、はい、そうですね嬉しい部分もありますよね、うん、はい、はい、あということで今ちょっとまたコメントが届きましたあ沢美沙ちゃんあ私もちょうど今ツイッターで沢美沙ちゃんいつも私のツイキャスを見に来てもらってました、はい、昨日はお疲れ様でしたしどろもどろな前説ハラハラしましたが今回は対戦相手のお名前を忘れていなくて安心しました読めなければ諦めるスタイル大好きです。今日も最後まで勢いで駆け抜けてください。ありがとうございます。そう。前の前説はいつやったんでしたっけ？去年？だからシングルマッチをやる。そう。ちょうど1年ぐらい前じゃないですか。ぐらい前ですかね。うん、前説やって、あ、藤沢とシングルしたいみたいな。はい、誰の名前が出なかったの？全員出てこなかった。なんかカードを、対戦カードを読み上げようみたいな、はい、本日のなんか見どころみたいなそう本日の見どころっつって見どころも名前も何も出てこなかったんですよ、はい、あれコメントがちょっと届きましたあれ、はい、カピー誰ミトしかもこれ DM じゃないですか誰に DM あアズーリに DM したお前おいミトミト、リダ、カピーも出たいそうですね、うちは3人仲良しですからねなめたこと言いやがってなめたこと22歳が10歳、20歳差のお前生意気なこと言いやがって本当にてあのやろでもね、でもカピー、まあ、そのところが可愛いですよねアズルに直接 DM しちゃうなんてね、うん、普通の人では考えつかないですからね気がどうかしてますよね、本当にすみません申し訳ないです本当に申し訳ございました、はい、申し訳ございましたってなカピーもカピーも申し訳ございました申し訳ございましたえじゃあカピーも出てよ今度ちょっと何目線で言ってんのカピーここでカピーここのアクリル板でアクリル板としてアクリル板としてカピー、はい、出てほらアクリル板で出てください、はい、アクリル板出演はい、はいあじゃあメインいきますか、はい、メイン、はい蛍光灯6人タッグデスマッチ、うん葛西潤藤田実山下里奈対正岡大輔杉谷徹平田智也うん正解でしたね
はい、葛西さんが、まあ、うん、チャンピオンでして、次期挑戦者は正岡大輔で、タッグチャンピオンが杉浦平田ということですね、はい、ちょっといろいろなんか、そうですね、はい、いろんな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 元チャンピオン、元チャンピオン、現チャンピオン、はい、次期挑戦者がいるデスマッチバカの正岡はい、いたりですか、はい、そう6人それぞれ、はい、それぞれいろんな思いが交差しまし、はい、交差しまして、はい、でもなんか、まあ、葛西さんこの時復帰だったんですよね。そうですね、うん、はい、なんかやっぱ葛西さんがいない後楽園で、うんうんうん、なんかまあちょっとこの試合とは外れちゃうんですけどいきなり、そう、あ、振り返るときにいきなり外れる、試合から振り返りますか、はい、いや、いいよいいよ、もういいよ、あの、じゃあ、はいはいはい、その前の後楽園が葛西、うんうん、さんいなかったじゃないですか。いなかった。でもなんか葛西さんがいないとダメだって思う反面、葛西がいないからこそみんなでやってやろうぜっていうのもあったじゃないですか、うん、もちろん、はい、そう、なんかなんだかんだ後楽園なんか良かったなみたいな私は感じたんですよ、あの後楽園、うん、どうでした？いや、すなんかすごいぼんやりしてる感じなんか主張がぼんやりしてたけど、私今すごいいい主張したなって、あ、本当思ったのに。でもだいぶぼんやりしてたよ。どうでした藤田さんは？ああ、いや、でもそうですね、あの、こうやっぱり葛西純が いないっていうのはやっぱりこうもう興行として大きな損失ではあるんですけど、うん、もうそこはもう俺が埋めてやるっていうのをみんな思ってたと思うんで、それがうまくね、うん、あの作用して、うん、たんじゃないかなと思います。私も全部見たわけじゃないんでそうそう、はい、でも何だかんだここのシングルはめっちゃ楽しかった、はい、なんか葛西さんを、はい、嫉妬させたいって思った、おう、うん、はい、来てるお客さんに、うん、葛西純を忘れさせたいっていうのもありつつ、葛西純を感じさせたいっていうのもあったし、おう、なんなら息量飛ばしてセコンドつくって言ってた葛西純を、うん、どうせって言ったらいいけど、タイムツイッターしゅっぽしゅっぽ PW フリーダムズ見ているから嫉妬させてーなーって私はすごい思ってました、うん、はい、そうですね、はい、そう、だから後楽園ホールの裏のとこにある花屋さんに行って、うん、同僚が、うん、あの仕事職場に復帰するんで花束欲しいんです、うん、あの試合中に出した花束、うんうんうん、あれ予約してて、で、どういう用途の花束でしょうかって、うんうん、同僚が職場に復帰するんですよ、うんうん、ってご予算は5500円絶妙な予算でやりくりしていただいてありがとうございます。安全だとこのぐらいのサイズで、あ、これしょっぺーな、このサイズじゃん、あの感じで、はあはあはあ、でお花屋さんが職場に復帰されるんですね、おめでとうございますって言って、あの長持ちするお花入れときましたって言って3時間後にバーって長持ちするなんか薬、いやいや、お花自体が長持ちするやつを、あ、なるほど、選んで入れといたんで、うんうん、でこれもつぼみなんで、うん、2、3日後には綺麗に咲くんですよっつって写真見るじゃないですか、お花バーンってした後につぼみがピュって飛んでる写真が何枚か見かけてすごい、なんかもう写真で見たらめちゃくちゃ綺麗な感じで、こう、そう、写真よく見たらつぼみが飛んでるんですよそう、あーってなって、はい、あの花びらも飛んで、なんか、うん、よくわからない、なんか白いつぶつぶもいっぱい、なんかぶわーみたいな、多分花長持ちさせるあれがバーンってなったんですよね。なるほど、そう、お花屋さんって思いながら、すいませんでしたお花屋さん、でもね、綺麗に咲いてくれましたよ、リング上で。今いいこと言った。今いいこと言った。咲いたって言って。今いいこと言った。そこを乗っかっていいのか全然わかんない。はい、あ、時間ちょっと結構ね、いい感じに進んでます。はい。本当に。本当に、はい、あ、でも、まあ、杉浦平田、うん、いいけど、うん、まあ、ち、うん、まあ、これはまあ、後で話すか。酔っ払ってんの？大丈夫？ちょっと酔っ払ってるんですよね。酔っ払ってるんですけど。
あ、タッグ王者時代の振り返りとかしちゃいます？どうします？はい、あれもう試合に関してはもういいんですか？はい、メインイベントは、まあ、メインイベントどうしよう。え、なんか、えー、いや葛西さんかっこよかった。おかしいな、同業者だと思ってたのにファンの人がいたな、うん。はい、いやでもまあ、うん、まあ言っても大会1回欠場だったんですね、はいはい、でもやっぱり、うん、もういつも通りの葛西潤が戻ってきてくれて、うん、はい、なんならねフラストレーション溜まっていつも以上、うん、だったのかなって思いました。そうですね、うん、私椅子に蛍光灯セッティングするときにやっぱ 手が震えて、うん、蛍光灯ずれたらどうしようって手はってなってたら、うん、山下落ち着けって言って、あ、言ってた、全部バレてます、言ってた、緊張したの全部バレてて、うん、あーってなってセット頑張ってきたんですよ。笠井さんの頑張れのおかげで。あ、俺行った方がいいじゃん。言わなくていいなんでここまでって俺言わない。言わなくていいです。藤田さんは別に大丈夫です。ああ、そう、ああ、はいみたいな感じで、はい、大丈夫です。いやでも3月29、葛西潤対正岡大輔、はい、もうチケットもね結構売れ行きが良いしようで、うん、はい、本当に、ここで見たいっていう人は早めにちょっと、ね、うん、っていう感じですね、はい、まあうちらも3月10日のタッグベルトを取れば、うん、タッグチャンピオンとして3月29の後楽園に、はいはい、まあ、うまくいくは防衛戦としてまたリングに立てると思いますので、はい、そうですね、はい、でここで KFC タッグ王者時代の振り返り、はい、なんかしちゃいますか。そうですね、はい、はい、はい、2021年2月9日、うん、後楽園ホール大会で、はい、ビオレントジャックマンモス佐々木組対、うん、私藤田さんで、うん、これ試合タイトルマッチあったんですけど、うん、すごい試合時間10分12秒だったんですね。もう本当に勝利かすめ取ったっていう感じですよね。いや、藤田さんが、まあ、サムソンクラッチで、はい、いや本当にあのチームに勝てるチームもういないんじゃないかっていうぐらいの防衛を、11回防衛してますからね、はい、2人本当に本当に、そうですね、嫌でし、うん、嫌だったでしょうね、うん、こんなチームが挑戦してきて嫌でしょうね、はい、だってなんかコロナが若干落ち着いて後楽園大会した時に私久々にダムズに参戦ってなってオーバーで、うんうん、して蓋開けてみたらタッグタイトルになってて、うん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 、藤田さんと組んでジャックとマンモさんにタッグタイトル挑戦で、その時はあのなんか防衛されたけど、うんうん、あの風船をいっぱいバケツに入れてやった時、あれ夏ぐらいやったっけ、うん、夏だったと思う、そう、2人で麦わら帽子かぶって、うん、なんか風船、風船農家って言われてたんですよ、そうそうあ、そうなんだ、そう、なんか藤田さんとジャックが風船でめっちゃチャンバラしたのを覚えてますよ、なんかふわふわふわみたいな、ふわってやってた、ああ、いやでもめっちゃあれタッグを組んだのそんなにまだない時だよね、多分ない、だ2回目くらいでしょ、うん、本当に黄昏番長の興行でふわっと組ん で、ね、はあ、でそれからそれっきりみたいなだいぶ空いてみたいな、うん、はあ、だってその時普通にタッグ今度よろしくお願いしますって LINE も知らないから DM でよろしくって言ってましたもんし、うん、Twitter の DM でお互いの連絡先もちゃんと不確かなままタッグに挑戦したのを覚えてました。絶妙な距離感でタッグに挑戦したんですね。そうですね、距離感保ったままタッグ挑戦しましたよね、うん、よくは、うん、それを感じさせない試合を ね、 して ね、 ね、頑張ろうみたいな、はい、逆にあの距離感だからできた試合がね本当かな、どうなんだ、ね、あ、ちょっと質問があります、はい、大阪さん、リナちゃんのアイシャドウがいつも発色良くて綺麗です、どこのアイシャドウか教えてください。マックのなんかそうマックのやつでなんかあるんですよ、あとでツイッターじゃあアップしときます。なんかあの見た目は青だけど塗るとなんかこうなんか赤紫みたいな感じだから、し
何色も塗ってないんですよ。そのマックのやつだけを1色だけ塗ってるんですよ。これ目元は大阪さんへ、じゃあ後でツイッターにさ、やつこれ載せときます。ありがとうございます。サービスがいいな。おお、そうそう、ポテトさん、藤田さん、山下さん、こんばんは。2人は数々のタッグを組んできたと思いますが、お互いタッグパートナーとして合うなと思うところと、合わないと思うところはありますか？合うところ、合うところ、うーん、食べ物の趣味とか。食べ物の趣味が合ってたっけ？え、合いませんでしたっけ？合ってたかな。あの、あ、でも、あの、割となんか、あの、こうこうこうしないみたいな提案をすると、うん、はい、あ、割と、あ、いいっすよみたいな、うん、感じの、うん、受け入れてくれる感じはありますよね。まあ、先輩だからと思うんですけど。先輩、いやいやいや、そこで急に落ちられるとちょっと、そう、なんかあったっけな。なんかまあでもやっぱり先輩とかを置いといて安心感はありますよね。よくわかんないけど。よくわかんないの、ね、じゃあよくわかんない、よくわからない、よくわからない安心感があります。うん、かなと、なんか特に藤田さん思うところがあるようでないんですよね、はい、どういうこと。なんか、はい、なんだろう、この人モテなさそうとかそういうのは、うん、まあなんかあ、この人モテなさそうだと思ってってこと。あ、モテなさそうだ。試合よく、試合中に、試合中っていうか、試合終わった後帰り道とかに、なんかわかんないですけど、うん、なんか帰り道にわかんないですけど、なんか試合、なんかこういうラジオの前とか、うんうんうん、なんかふとした瞬間にこの人なんかモテなさそうみたいなことをふと思いながら、じゃあお疲れさんってバイバイってするときが、本当突拍子もなくてすいません、なんか。なんか、はい、そうちょっと試合の振り返り、新木場にあの黄色信号が点滅してきましたけど、これ大丈夫かな。思うところはなんかあるけど、うまく、なんか不思議なんですよ、とにかく藤田さんってすごい思いませんか。なんか不思議だから、はい、なんか不思議だなと思って、ふとした瞬間に、あ、持てなさそうって思うぐらいかな。あの、うん、見てる人、藤田が持てなさそうっていうのぐらいしか、あとみんなから距離取られてるっていうぐらいしかない。大丈夫、もう38分ですよ、はい、今。そう、全然なんかイメージ下がったまま、ね、いやいや、もう爆上がり、停滞してるけど大丈夫、全然爆上がり。もうこれ絶対杉にバカにされる、やばい、杉原にバカにされるやつよこれ。え、うん、でも試合の振り返りはとりあえず置いといて、置くんかい、置きましょう。でもだって次の防衛戦はほら、バラモン龍、バラモンゲンだから、高岩さん、あ、振り返るね。そうそう、はい、高岩さんのエルボーが本当に体の芯に響いたっていうのと、いやでもあの、うん、そのバラモン龍とバラモンゲンでよかったよね。ゲン、あの高岩達人、ゲン太郎じゃなくてよかった、ね、ああ、よかったよかったよかった、本当になんかどっかで、うん、あのこうバラモンのフィルターが、うん、多分あったおかげで、そう、なんとか勝てたかなっていう感じは、首の皮一枚でしたね、はい、で、次はもう植木作戦取られたやつ。あ、取られたね、取られた。この取られる前にめっちゃあの非公開で、うんうん、非公開映像なんですけど、うんうん、これはなんか、うん、あの公開されてない記者会見で、記者会見ね、記者会見で藤田さんがめっちゃキレたんですよ。いや、そうめっちゃ怖くてめっちゃ怖くて泣きそうだけど、私が撮ったのは逆ギレする。そう、逆ギレされるって、切れて逆ギレして、対戦相手2人にお前らが締めろっつって締める。切れて逆ギレして、また切れて2人バッてどっか消えるっていう、あれでしたね、怖かったですね、今思うと。
怖かったあれ本当は後楽園にやる予定だったんですよね。そう後楽園がちょっと中止になっちゃってて、はい、そうありましたね。ありましたね。もっと、はい、なんかもっともっと頑張ろうって思います。すいませんでした。じゃあ良かったです、うん、はい、なんかすごいケツを叩かれるというか蹴られるような気持ちになってすいませんでした頑張ります。あのいつかあのそれを公開される日が来るのいやあれ見たくない。胸がギュッてなるんですよ。そうなんだ。思い出したらギュッてなっちゃうんですよ怖くて。あ番組終了10分前となりました。やばいやばい。なんでそれ言わなくてよかったんじゃないの。言わなくてよかった、はい、ですね、あ2月26日の対戦カードがもうですね、はい、2月26フリーダムズの横浜ラジアント大会の全カードがなんと決まりまして、はい、こちら発表していきましょう。はいお願いします。はい、おこちらね映像が見ております。はい、第一試合タグマッチ高岩さんと健吾さん対進むさんドラゴンリブレまあ、リブレ頑張れって感じですよね、はい、普段組んでる進むさんと健吾さん、うん、もう、まあ、ぶつかるっていうのも私はちょっと気になりますし、ああ、そうですね、兄弟的な感じですし、はい、まあ高山さんがビシッと締めてくれると思うんですよ、うん、この試合も。そうですね、うん、リブレがケツを蹴られるんでしょうか。はい、というわけで第2試合いっていいですか。はい、どうぞ。いいですか。第2試合6人タッグマッチ源太郎、吹本健二、山下里奈対正岡大輔、カムイ、烈火なんかね、いつもと違う。いや、すごいカオスですね。アンチェインも離れてる。バラしてるし。バラして、はい、あ、でも正岡さんとはもっと対戦したいと思ってたから、これはなんなら味方の源太郎さんが一番手強いかもしれないですこれ、はい、味方あるある。はい、あの、うん、味方として一番怖い。そうですね、はい、そうですね、敵だと安心するけど味方だと一番恐ろしい。そうですね、健太郎さんがですね、まあ、吹本さんはねいつも、まあ、一緒に組んでるんで私は安心も安心ですね。はい、烈火さんも久々に対戦。あれ藤田さんがいない。じゃ次いきます。はい、次、タッグマッチ杉浦徹、平田はい、うん、マンモス佐々木、香取、高弘、うん、です。おう、これはなんかダムズで馴染んできた、はい、マンモさんとカピーの。あ、そうですね、ですね、結構やっぱり組む機会多いですもんね、この、うん、はい、なんか、まあ、女子的な目線なんですけど、はい、女子的に見ててマンモさんとカピーの2人は、はい、うーんみたいな、いいねみたいな、なんかすごい心くすぐられるんですよね。はい、そのあのどこがいいとか具体的なやつはないですか。なんかもうマンモさんが力持ちで、うん、カピーがもうなんか、うん、マンモさんみたいな感じのあのバランス、あべこべなのがまたバランスがいいっていうか、はいはい、見てて眼福っていうんですか。なんかあいいなって、うん、そこまで、はい、もう杉原と平田はバカだから。うん、カピーとマンボさん全面的に応援しますね。うん、はい、これ普通のシングルマッチなんですか。普通のタッグマッチですね。はい、はい、で次はなんかダムズ その横浜ラジアンとかデスマッチできないので破片系とか ね、はい、そうハードコアまでなんですね。で次の試合が6人タッグマッチ、はい、佐々木隆、バラモン州、バラモンゲ、うん、ゲバラモンケイ対ビオレンドジャック、サクタ、植木、はい、なんかすごいカード、はい、珍しいですね。珍しいですね、はい、バラモン隆、はい、バラモン隆、はい、バラモン隆、はい、ERE になるんですかね、はい、なんかラジアントホールならではって感じじゃないですか。そうですね、うん、はい、あの、なかなかレアなカードですね、うん、これはもうなんかね、まあ、ERE はいつも通りなんか、うん、ブレない感じで、たかしさんがどうなってしまう。そうですね、かですね、あの、なんか気になりますね、はい、
これどう振り切るのか気になりますね。ダムズの好きなところがこういうよくなんか どうなっちゃうのみたいな突拍子もないカードをボンって急にやるのが私はやっぱり好きですね。このカードは好きです。はい、はい、いいカードだと思います。いいカードだと思います。はい、はい、そしてハードコアマッチ葛西純対藤田実。はい、後楽園でできなかった試合を、はい、はい、ここでいやー超見たい、はい、やります。うわーマジか。いやーこれ藤田さんぜひ聞きたいです。いやそうですね、あのこう、はい、後楽園できなかったから、うん、あいつ次できるのかなと思ってたら、うん、もうすぐ決まっちゃうという、はい、ことになりましたが、うん、はい、でも別にあの後楽園だからとかラジアントだからとかいうのはこっちはないので、はい、もうこのシングルマッチは私には、はい、特別なものなので、はい、しっかり対策を練って、はい、いつもね思っちゃいますよ。いつも思っちゃう酒を飲みながらみたいなすごい何目線で試合を見ようとしてるんですか。いやもう本当にかーって思う。いいカードですね。ラジアントホールチケットも、はい、絶賛販売中ですので、はい、ぜひ見てほしいです。はい、そうですね、まあ、葛西さんといえば共演なんですけど、はい、共演を我々2人で見に行きまして、はい、ね、で私がちょっと、はい、あのお金が手持ち1000円ぐらいしかなくって藤田さんにお金を借りまして、はい、でもそれも無事返済できまして、返済してもらってないんですよ、ね、返済したんですよ。返済してもらってない。返済したんですよ、はい、残り時間 5分4分ですよ返済してもらってないですよね。返済した。あ、ただあの私あのこれあの公になってないんですけど、あの山下里奈ステッカーっていうのがをなんかワンちゃんと一緒に撮ってるやつとかがあったんですけど、あれをの売り上げをですね、あの私欠場してたので、それであのお見舞いじゃないですけど、うん、はい、それをいただきました。あの今あのデスマッチアマゾネスいいのかなって言って、はい、デスマッチアマゾネスステッカー3種セットをまあ売ってまして、まあ黄昏番長とね喋ってて、はい、ちょっとなんか見舞い金でもって言って、はい、まあ、作ったんですよ、はい、でまあびっくりしましたね、はい、まあ、ちょこっとだけお渡ししたということで、はい、まあ一応まだ在庫もう渡す分は渡したんで、はい、あと在庫、まあ、ちょこっとあるんで、それはもうね、うん、制作費としてその分なんで、あとまあ在庫ちょっとあるんで、もし気が向いた方はまあご購入ください、はい、3種類。いやでもあれは私のエイドステッカーってことでしょ。もうここでもう言っちゃったし、もうエイドステッカーなんですけど、はい、でももう渡す分はもう渡したんで、だからもうあの残りのやつもあの皆さん買ってくれたら私にあの入ってくれということで、制作費で、制作費で、あ、じゃあもう逆にあの制作費私が支払いますんで、全然意味わかんない、あの売り上げだけ私いただけたら、いや何ありがとうございます。待って、何言ってるかわかんない、頑張ります。何言ってるかわかんない。復帰戦頑張りますありがとうございます。もうなんなら2回ぐらい復帰、もう3復帰して3試合ぐらいしていますありがとうございます。いいあの正座金払いますんで、はい、い皆さんぜひ藤田のルイエドステッカー3種セット1200円、はい、もう本当に自分、もう自分エイドされる側が自分でエイド買ってくれって言ったら終わりですよ、もうマジで。どういうこと、どういうこと、もういや自分でエイドしてくれって言ったら終わりですからね。もうどういうこと、どういうこと、もう本当にあの正座金は払いますんで、はい、お願いします。じゃあもう本当にもうエイドは終わったんです。いやもう本当にもう皆様のおかげであのこうやって無事復帰できましたんで。もうエイドバブルは終わったんだよ藤田。もうエイドは終わったんだ。目を覚ませ。復帰したんだお前は。エイドバブルって何？エイドはもう終わったんだ。エイドとバブルは結びつかない。もうあなたのエイドは終わったんですよ。もうこれもう恐ろしい、これだってと。でもうあと 1,2 分ぐらいで終わりでしょ、はあ、ほらもうあと1分で終わる。うどうします、終わりどう締めます。でツイッターにコメントが届いて、今あと1分でコメント誰、たかしさんに怒られる、はあ、サバ味噌ちゃん、あ、よかったよかったよかった試合のアイデアはあるのでしょうか、はあ、あ、考えます。
平田君の髪が買い取られました。あ、そうだ、この人もハゲ通ってるから、あの次はお前の番だ。あの平田くまやがツイッターにあの30秒このちょっとハゲになっちゃって藤田みどりと山下里奈許さないって書いてたんですけど、私関係ないですからあれに関しては。なんでなんで言われなきゃいけないの。杉浦もインプラントでハゲさせてやるよ。ああ50分になった。じゃあ今日、はい、あの北斗の拳の三隅のじいさんの、はい、種もみじゃーの T シャツで着てるんで、最後皆さんありがとうございました、はい、おーい種もみじゃーで終わりましょうか。大丈夫。時間足りなかった、すいません、はい、はい、じゃあね、あのまた試合会場でお会いしましょう。またラジオも、はい、アゲンがあればよろしくお願いします。大丈夫、今日大丈夫なの。今日はありがとうございました。いくぞ、おーい種もみじゃー。大丈夫大丈夫